回はですね、スピードハンターのピーターをゲストに招いて、ここ恵比寿南コースをですね攻略したいと思います。ではご覧ください、どうぞ。恵比寿サーキット南では正回りになるんですけど、じゃあ行きます。2速からのサイドブレーキで進入で、すぐアクセルつないで、これ下っていくんでちょっと速度に注意しながら繰り返します。ここはアクセルでずっと伸ばしていくんですけど、ここでしっかりフットブレーキで減速して速度を落としてから繰り返します。繰り返した後はもうアクセルですね。勾配によってかなり手が変わるので、その辺のスピードコントロールが重要ですね。ステアリングのスペース、スピードアップ、これインフィールドを使って、走らせてます。まずここ2速からサイド入ってアクセルでつないで、あとアクセルコントロールですね。でうまくアウトラインに持ってきながら、こっちはインフィールドで、ライン取りが重要ですね。あとはリズミカルにカウンターステアを当てていけば、2速ホールドでずっと回ってくることができますね。まあこんな感じで簡単にできます。It's a very violent car, but either his driving or how well set up this car has just made it just feel very smooth and extremely powerful. It was, all in all, it was less violent than I thought it would be.